こんにちは、坂井ギタースクールです。今週の基礎練、今週は、まあ、前にやったかどうかはもう覚えてないんですけどね、まあ、一度出てきたやつがあってもいいでしょう。ないような気もするんだけど、P を鍛えます。今まで P をね、鍛えるっていう動きは、まあ、いくつかあったと思うんですけど、P を使って半音階をたくさん弾きましょう。ローポジションを使った半音階、6弦の開放から0、1、2、3、4、5弦、半音階で注意するのは3弦0、1、2、3、4フレットはもうすでに2弦と同じ音になるので、0、1、2、3で2弦に、2弦の開放に移る、まあちょっとね、ここが注意ポイントっていう感じでしょうかね。で、あとはひたすら動かし慣れていく。メトロノーム使ってね、ちょっとやっていきましょう。これメトロノーム90ですね。するかっていうのは、自分の P のね、どのぐらいでしっかりとコントロールできるかなっていうのに合わせてやっていくといいと思います。あんまりバタバタしすぎてもしょうがないんだけど、ゆっくりすぎてもしょうがないので、結構頑張ってコントロールしないと置いてかれそうなぐらいのテンポで練習できるといいかなと思いますね。で、 P を使い慣れる、PIPIPIM、 僕なんかはこうちょっとしたフレーズで PIM を P 絡みで行ったり、
の最後とかね、 PIPMIPMIPMIP みたいに動いたり、 PMIPMIPMIP で動いたり、結構 P を絡めた動きで、まあ IMIM っていくよりも僕は PIM の3本で動くっていう方が結構好きだったりもするんですけどね。でもまあどっちにしてもメロディー絡みで P を使うか使わないかっていうよりも、P にが自由にある程度の速さで動かせるっていうのはいろいろ役に立つと思います。ゆっくり弾いてるからいいじゃない、大丈夫ですじゃなく、 P でしっかりとたくさん P を動かして、コントロールしやすくなってる状態であることみたいな、そこが結構大事だったりするかなと思うんですよね。なので、あとは音色の統一っていうのも目指していきたいけど、こう6弦に対してなんか1弦弾くときなんかカチ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 ってなっちゃうよっていうんじゃなく、 I で弾いてるのとそんなにこうどっちで今弾いてるのかなみたいな、 D なのか I なのかみたいな、そういう音色の統一っていうのもちょっと気にしていけるといいかなというところです。はい、で半回慣れてってやったら普通に音階でね P を練習できるかなと思います。 P をとことん使う、そんな1週間もありじゃないでしょうか。ぜひたくさん使いましょう。